こんにちは、そっか塾の久保です。今回は動画をご覧の皆様に、ちょっとね、アンケートでございます。アンケートの回答方法は簡単です、えー。コメントを書くか、もしくはね、いいねボタンを押していただく。まあ、悪いねボタンでもいいんですけどもね、何らかしかの反応をいただければ、それで私が察することになります。まあ、大体反応としてはね、10件前後あればもう十分かなと思うんですよ。で、アンケートの内容なんですけども、えー、近々ですね、この私の YouTube チャンネル、そして私の運営する Zoom のオンラインシステムで、 あの会議をしたいと思うんですよねその会議の内容は日本政府や政治家それから行政団体に言いたいこともう言いたい放題で結構でございますでまとめてくださるゲストっていうのを令和新選組の方にお願いしようかと思うんですよ色々いろいろ政治家さんとのつながりをね模索したところを快く引き受けてくださるのが令和新選組の高井幹事長 だだけだったんですね今のところその他のところはちょっと回答待ちとかあ全然 NG とかっていう形だったんでまあ私のまだね信用力が足りないんではないかなというところと私の発信力がまだねチャンネル登録にして1万人1万5千人いかないぐらいですからねこれではなかなかうまみがないということで小さな声を拾い上げてくれるところは今のところ令和新選組しかなかったのかなというところでございますで、えー、お迎えする方がですねまだ未確定なんですけどもおそらく高い幹事長もしくは その他ね山本太郎さんはじめれいわ新選組にはですね名前が通ってる方がね何人かいらっしゃいますんでどなたになるかわかりません。ねそういった形で主には私とれいわ新選組のねどなたか代表者の方が2人で同時進行の司会をするってことになりますけどもでも主役は参加される皆さんなんで1人1問ぐらいね言いたいことをこうね え、聞かせていただければ、それが政策に反映される可能性もありますし、その場で解決する問題にもなるかもしれません。また同時に私もそれに対して、えー、情報発信によってですね、解決を模索していこうと思います。で、以上でございます。ぜひね、動画、コメント欄なり、いいねボタン、悪いねボタンで反応いただければと思います。よろしくお願いします。そしてこの会議は、できれば、6月の上旬から中旬にかけて、 やってみたいと思います。選挙が始まっちゃいますんでね。それでは。